灰皿にタバコの火を押し付けると備え付けのタブレットのスピーカーからオオカミの遠吠えが再生されたタバコと灰皿のホログラムが消失すると部屋にはシングルベッドフロアランプと10インチほどの タブレットだけが残された私はベッドに横たわり目を閉じた体が重く疲労の蓄積も感じているのに全く眠くはなかったこの部屋に滞在することになってから どのくらいの時間がたったのだろうそれはとても天気のいい休日の午後から始まったあのすいませんチーズ味ありませんか申し訳ございません当店のメニュー表にない商品はお作りすることができません ハニーベーコンチーズはあるのに、チーズ味ないんですか誠に申し訳ございません。チーズ味はないんですかそれでは、上司に確認を取って参りますので、こちらのお部屋でお待ちください。 通さされれたた。奥のの部部屋屋で、しばらく待っていると、別の部屋に案内されたしばらくするとまた別の部屋に連れられその次に案内された部屋にはマットレスが敷かれ片隅にペットボトルの水と弁当が置かれていた。 夜行列車に乗せられた頃にはとっくにスマートフォンの充電が切れていた今ではここがどこなのか見当もつかないタブレットからコールセンターにチャットで問い合わせてみたがお客様一つだけお答えできるのは メニュー表にないはずのチーズ味のおだをされたのはあなただけではないということ信じられないでしょうけどとオペレーターは同じ文言を繰り返すばかりで最後にはシャットダウンを喰らいそのまま タブレットの使用を凍結されてしまった気晴らしの一服すらできなくなった私は外の景色でも眺めて気分を変えようとカーテンを開くと窓の先はすぐ隣のビルの壁面で塞がっていた 遠くで高速で回転する車輪の轟音と歓声が通り過ぎるのが聞こえたこのビルの向こうにはアミューズメントパークが広がっているのだろうか窓を開けて目の前の壁面を見つめているとちょうど 手の届くあたりに小さく文字が刻まれている。私は目を凝らし、暇つぶしがてら一文字一文字を指でなぞりながら読み上げた。 「かまえ、て」私は壁に刻まれた文字をなぞり終えると何か新しいことを始めたい気持ちになった新しいことが何かはこれから考えるが いずれ仕事に戻ればその気持ちも色あせかねないので早めに決めておいた方が良さそうだった。